はい、今日はですね、令和6年ね、4月22日月曜日ね、10時56分回ったところでございます。いやー、10時半ぐらいね、いつもに郵便が届くんでね、ちょっと今ポスト見てきましたけどね、いやー、届いてましたね、ついにね、ようやく届きました。ね、5月もまだまだ司会論付きということでね、郵便通信届いてましたね。これでも届いたらちょっと前やけどな。ということでね。これでもね、ビッグ2点でね、ちょっとだけお小遣いもらって帰ってきましたけどね。即日スピード発行可能ですからね。会員カードね、ぜひ作ってください。ね。いうことでね。スロットの機種紹介とか載ってますけどね。おい、これ貼っといて。4月23日、明日やな、これ。これどこ？アイルサロンデになるね。出ましたね、ついにね。はい。いや、これじゃないです。これじゃないです。これを待ってたんじゃないです。これを待ってたんじゃないです。これを待ってたんですよ。アローヒップスね、最大導入ということでね、大型コンテンツのね、ナンバー千日前より最大導入ですからね。4月23日10時オープン。これも明日ですね。これ貼っといて。ね。これじゃないんですよ。待ってたらこれじゃないんですよ。これではないんですよ。これですよ。ね。楽天銀行ね、まもなく締め切りだそうですね。ちょっと開けときましょうか。ね。何の締め切りかな。最高1億円保証。マジか。1億円保証してくれんの？他人への賠償からね、ご自身の怪我まで。ということでね。これ、追加保証プラン。楽天のね、フリーケアプログラム、タダで入るやつ入ってて、ね、それにお金払うて入りませんかっていうね。入りませんよっていうことでね、はい、これは終了でございます。これじゃないです。今日のお話はね、こっちなんですよ。こっちね、これね、これ、届きましたね、ついにね。届きましたよ、これハガキね。合格発表でございます。合格発表ね、先日、3月のね、17日の日曜日かなに受けたね、消防設備士ね、おつし第7類のね、合格発表でございます。ね。早速中開けていきましょう。ということでね。まだ開けてませんからね。みんなの前で開けますからね。ちょっと個人情報出ないようにね。ちょっと。いきますよ。ババンババンババンあれね、リアルでしょこれね。今開けてますからね、これちゃんと。ババンということでね、消防設備士のね、結果発表ね。まあ、もう見てて知ってるんだけどね。はい、合格っていうことでね。ありがとうございます。おめでとうございます。ということでね、点数の方がどっか載ってるはずなんですけどね、点数がね。結構危ないぞ、これ。これ何点合格やったっけ、これ。筆記全体、ちょっと待って。やばない、これ。何点合格？ 6割合格やったっけこれ。確か6割で合格よね、これね。法令がね、法令が、また画像を挟んでおきます。法令がね、50% ね、構造がね、66% ということでね、筆記全体 60% ギリギリ合格でございます。うわ、危ねえ。そんな間違えてた？俺8割取れてるの覚えてんけど。あと2問どこで間違えたんやろ。マジか。いや、まあ、早うできたから、早出そう思って、並んでたらね、何人かの回答が見えてね。後半8問全部一緒やな、自分みたいなのが何人かおったから、余裕や思ったら、ほんまのギリギリやないか、これ。やばない。よう、合格したな、これ。あ、そう。法令半分ってことは、法令4問中2問やから、やっぱ前の2問が間違ってて、後の2問だけ追ってたんやな。で、残りの、6問中4問しか追ってないから 66%。2問間違えてんの？全く同じ答えやったで、他のやつら。
みんな結構ギリギリやな、これ。あっぶねえ。ちゅうことでね、まあ、まあ、合格なんでね。まあ、分厚いね、分厚い、問題集のね、免除以外の部分だけ、注文の部分だけを何回かやってね、見事合格いたしました。早速ね、これ、免除申請していこうと思いますね。これ、もう免除申請してたけど、恥ずかしいな、このギリギリで通ってたら。ね、ということでね。交付申請のね、これ封筒、ここにね、住所と名前とね、電話番号、試験日と受験番号と住所と名前書かないといけない、ここね。電話番号とね。はい。じゃあ、まあ、裏はチェック欄なんで、いくらでも見てもらっても大丈夫ですけどね。で、お金の払い込みなんですけども、これね、ゆうちょ銀行できない。これ、郵便局行かなあかんのに、これゆうちょ銀行で払われへんっていうね、すっごい不便なね。2900円をどっかの銀行、もしくは信用金庫で払って、で、返信用の封筒ね。返信用の封筒にね。表には自分の住所と名前ね。裏にもね、受験番号と名前書かないといけないね。で、でもね、これ434円も払わはななあかんね。434円ね。めちゃめちゃ金かかんね、これね。ほんで、前の免除ね。これを入れて。で、今回ね、なんか写真を入れてくれて。なんか写真がノリでもうベタベタなんて使われんから写真を入れてくれっていうことでね。写真をね。入れときますけどね。はい。ということでね。申請していこうと思います。いやー、よかった。ギリギリやったな。俺、余裕の8割で合格。2問間違えたな。ぐらいに思ってたのに。ほんまのギリギリやった。危なかったな。まあ、でも合格は合格なんでね。ね、もう申請していこうと思います。ということでね。消防設備士。ね。おつしゅ、第7類ね、合格発表でした。ありがとうございました。いや、ジャグラー簡単だわ。